どうも、リケです。ご無沙汰しております。今日はね、私がもう2週間くらい待った、もう待ちに待ったものたちが今日ね、ようやく届いて、それをちょっとなんかみんなにシェアして、なんか動画にしたいなと思って、特にアメリカ在住の日本人の人たちにはもうちょっと、お、いいじゃんそれって思うものを Amazon で私見つけてしまって、それを少しシェアさせていただけたらなと思ってます。早速購入品をちょっと持ってきます。せーの、ボン。これが私が購入した1,2,3,4 点のものたちで、これが何かっていうとね、このお部屋、私のお部屋なんですけど、勉強とかする部屋で、ここをね、ちょっとなんか日本風っていうの、なんていうの、和風にしたいなと思って、ずっと他の人の YouTube とか見てたんですけど、そしたらなんかまあいいのを見つけて、ちょっとパクリになっちゃうんだけど、まあとりあえず中身を紹介します。まず私がずっと欲しかったのは日本風ななんか畳みたいな、ちょっとしたその畳みたいなものがさ、欲しかったわけさ。でそれをめっちゃいいものを Amazon で私見つけてまいりました。それがこちらです。やばくない？ガチ畳これ、ほらガチ畳、うわめっちゃいい。こんな感じで四つ折り、あ、四つ見えるかな、袋が出せって感じじゃない、まあ、とりあえず袋から出して、あやばい、あやばい、いい匂い、いい匂い、なんか開けるのもったいないんだけど、だからとりあえず開けます。やばい、超いい匂いが、シリ2本やば、うわいいわこれ。そう、私が買った一品目がこの畳さんです。こんなの買えるとか Amazon で、そうこれをねずっと欲しくて、こんな感じのシングルサイズを私は買わせていただきました。もうちょっと大きいサイズもあるのかな、だー、あ結構大きいよこれ、結構大きいね、画角に収まりきらないぐらい大きいものですね。こんな感じです。たらー、やばないこれ、やばくないって、うわーマジ匂いがめっちゃいい。ちょっとじゃあちょっと座ってみようかな、失礼します。うわっ、うわめっちゃいい、やばい、えマジでおすすめします。アメリカ在住の日本人の方たち、もう これが一つ部屋にあればもう死に癒されること間違いない。で、2つ目の購入品がね、このまたまた大きい箱なんだけど、これは何が入ってるかっていうと、そういえばさ、先週かな、そう 15日ぐらいに大谷君がシカゴのホワイトソックスとさ試合しに来てて、シカゴに、そうリーがずっとさ大谷君見に行きたかったわけ、ロサンゼルスまで。そうだけど、このシカゴに来るっていうのを聞いて、もうそこでさチケットとか買って見に行ったわけさ、ミゲルと。その時ちょうど平日だったんだけど、水曜日で、もうやばかったマジ、もうめっちゃやばかった。周りはさ、やっぱりたくさん日本人の人とかもいて、なんてマジさ、雰囲気とかもさ死に楽しいわけさ、もうみんなめっちゃなんかノリノリで、でなんか食べ物とかも超いっぱい、いろんなさなんかフードトラックみたいな感じでめっちゃいっぱいあって、食べるものもしかも安いわけさ、普通5ドルとかで、そんなに高くないやつで、でバッターとして出てたんだけど、でもその日はさ残念ながらノーヒットだったんだけど、もう本当にもう超なんか誇りに思った誇りに思った、お前誰って感じだけど、まあ、とりあえずでも本当にね、こんなアメリカのメジャーリーグで同じ日本人として、たらーん、フットーン、やばくねこれ、メイドインジャパン、とりあえず日本風の布団を購入しました。っていうのも来週かな、ミゲルの姪っ子と甥っ子が泊まりに来るわけよ。それでリガたちのお家にゲストルームはないし、ベッドもリガたちが使ってるのしかないから、
本当はエアマットレスみたいなの買おうかなと思ったんだけど、いやそれだったらちょっと日本の、質のいいものをさどうせだったら頼もうって言ってこれを頼みました。やばくない？あもうやばい。これはなんだ、ブランド名が、ブランド名がミーナジャパンっていうさ、これがさ小平市大沼町東京ジャパン日本製メールインジャパンよ。開けまーす、開けてまーす。ふわふわな、ちょっと箱が邪魔、箱が邪魔や。コンボ布団、いやあめっちゃいい。あやっぱしかも死に見て分厚い、分厚いからさめっちゃいいよ。なんか普通に床に眠ってるみたいな感じじゃない、普通にベッドで眠ってるみたい。あすごい分厚いかも、結構眠ります。あいいいいわ、あ普通にいい、このコンビネーションやばくない？日本の畳と日本の布団っていう、 in America やばいって。で、あのこれがまたシーツ、日本製のシーツ。おほらこれもあれだ、これもミーナジャパンさん、ミーナジャパンさんから、まあシーツもね、どうせだったらメイドインジャパン買いたいなっていう、私のご希望でして、このうわいいねシーツ。じゃあこれからちょっとシーツをねはめていきます。はめていくっていうの、なんていうの、シーツをつけていくっていうの、なんていうんだろう、まあ、とりあえずシーツをはめるわけ。ふや、はい、こんな感じでシーツはめました。シーツはめたって本当にベッドだよこれ、普通にこれマットレス、あのベッドの上にあるマットレスみたい。めっちゃ良くないこれ。で最後のものがさ、なんと私がこの、私とか言ってし、この畳とお布団とお布団のシーツ3個を見せたんだけど、この3つのうち2つを購入すると日本製の枕がもらえますみたいなキャンペーンをしていて、キャンペーンというかなんかそういうなんかメールが来て、なんと日本製の枕を私はいただきました。イエーイ。あしかも2個入ってる、ピーノ2個入ってる。あやば、嘘やん、あちゃん待って触らしたいみんなに。えなんていうの、なんかまずシルクだわけさ、めっちゃいいこれ。はびっくり。リーカがさ、リーカが今使ってるあのターゲットのさ枕もさ結構20ドルぐらいしたんだけど、めっちゃいい。なんかこのシルク、あうわー、みんな触らしたいこれ、めっちゃいいわ。さすがメイドインジャパンなんだけど、これ中は何が入ってるんだろう、めっちゃ柔らかいよ。中綿がポリエステル、ポリエステル 100% で、ポリエステルって何、まあ、とりあえず、まあ、ポリエステルが何かわかんないんだけど、あーさめっちゃいいよこれ、これ無料でもらえるんだよこれ今。畳さん、あのお布団、シーツ3点のうち2つあの購入していただければ、この枕が無料でもらえるっていう感じのキャンペーンを今しているそうです。あの概要欄にあのそのメールアドレスを貼っとくので、もしこの3点のうち2つ購入された方はそちらのメールアドレスにメールを送ってみてください。あの本当にいい、マジでこれはおすすめ中のおすすめ。あやばい、絶対これミゲルも気に入ると思う。あのミゲルもさ前動画でも言ったんだけど、ミゲル偏頭痛持ちで、この枕のせいでさ偏頭痛とかもするわけよく、だけどこれはマジでマジ級のマジでやばいと思う本当に。あやっぱメイドインジャパンって世界で一番だと思う。まあ、こんな感じでアメリカ在住の方はあのアマゾンで買えるの全部あのリンクを概要欄に貼ってるので、もしいいなと思った人はあの
2点以上の買い上げでこの枕もゲットしてみてください。ではまたこのお部屋のアップデートをするときには動画でシェアしたいと思います。じゃあまたバイバーイ。